こんにちは、マハロハウスの大塚です。今回は福岡市早良区のけにやってまいりました。久しぶりの新築 1LDK をご案内させていただきます。それではお部屋の方に行ってみましょう。実はまだ朝9時半ぐらいなんですけど、めちゃくちゃ寒くなりました。建物の外観はこちら、かっこいいですね。すぐ横にミスターマックスさんがございます。屋根付き駐輪場も完備されております。まだ室内工事中なんですね。玄関はオートロックになっております。宅配ボックスも完備されております。お邪魔します。わあ。今回の物件の交通アクセスは地下鉄七隈線のけ駅まで徒歩13分となっております。ちょっとだけ歩くんですけども。ミスターマックスさんの奥に国道263号線が通っておりまして、バスもかなり多く出ております。それでは水回りから行ってみましょう。ワクワクするな、新築。ピッカピカピカピカのお手洗いとなっております。おしゃれなクロスも採用されております。上部には棚、もちろんウォシュレット完備されております。玄関ですね、シューズボックスが完備されております。嬉しい姿見つきでございます。11段でした。シューズボックスも下が空洞になっております。ということはここがパウダールームでしょうか。はい、パウダールームですね。いいですね、結構ゆとりがありますね。鏡の後ろが収納になっております。いいですね。ここにコンセントもありますね。そしてここにもコンセントあります。伸びるのか伸びるのか、伸びる、伸びます。上にも伸びます。スムーズだな、スッと伸びました。上部収納プラス下部収納でございます。浴室乾燥機完備されておりまして、バスルーム、おお、お風呂大きい。サーモスタット水洗とシルバーのシャワーヘッド、かっこいいな、これもかっこいい。追い焚き機能も完備されておりまして、浴室乾燥機がありますので、もうです。キッチンですね、2口のガスコンロが設置されております。調理スペースもありますね。キッチン下の収納、しっかりとした換気扇がついております。そして横には給湯のリモコンです。振り返るといつも君が上部にいてた。
上部収納が完備されております。広めのスペースになっております。コンセントが1、2、2箇所ございます。カウンターキッチンからの眺めはこんな感じです。うわーかっこいい。このランプもかわいいですね。スタイリッシュなリビングでございます。角部屋ですので窓がついているのはすごく嬉しいですね。バルコニーですね。バルコニーの向きは西向きとなっております。結構奥行きがありますね。奥行きがある洋室です。窓が2箇所設置されているんですけども、こちらは開かないようになっているので光取りの窓、そしてこちらは少しだけ開くようになっておりますので、こちらは換気ができる窓となっております。大きそうなクローゼットですね。洋室にはクローゼットが1箇所設置されております。実はもう1個あります。この扉なんですね。ほらー、これ良くないですか。普段使わないお荷物とか掃除機とかですね、そういったものをしっかり直すことができます。照明がつけれます。電気のスイッチあります。設備のご説明をさせていただきます。新品のエアコンディショナーが1機設置されております。コンセントの数いってみます。1、2、3、4、4箇所となっております。さらにさらにテレビモニター本も完備されております。はい、ということで今回は福岡市早良区野毛の新築 1LDK マンションをご案内させていただきました。気になるお家賃は6万円となっております。インターネットの使用料が無料、そしてペットの飼育も OK となっております。これだけの設備とサービスルーム、そしてネット無料でペットも買える、めちゃくちゃ条件いいと思います。1月入居予定なんですけども、結構埋まってきてます。お早めにコメント欄もしくは概要欄の方から直接お問い合わせいただければと思います。チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。